はい、ママミニマリスト伊沢ひとみです。今回は我が家のお出かけ前のルームツアーをご紹介いたします。家事が一通り終わって今から出かけるぞっていうタイミングの我が家になります。なのでこのリュックがですね、お出かけ用のリュックがキッチンの隣に置いてあります。あとはダイニング、こっち行くとリビング、そしてリビングの隣にはお部屋が一つ続いてあります。我が家は 3LDK なので、このお部屋の他に下側に寝室ともう一つお部屋があります。住んでいるのは71平米の 3LDK のマンションで4人で暮らしています。私、夫、2歳と6歳の男の子の4人家族です。我が家のマンションは71平米で、すごい広くもないし、めちゃめちゃ狭くもないしって広さだと思うんですけども、リビングとダイニングに広さがあって、各お部屋だとか洗面室っていうのは比較的コンパクトな作りになっている間取りです。キッチンとダイニング、そしてリビングを合わせると17.5畳あります。で、さらにここに扉で仕切ってあって一つのお部屋になるスペースがあるんですけど、ここが 4.5 畳の部屋なので、全部つなげると約22畳の広い空間のお部屋となります。家族4人で主に過ごしているのはこのリビングダイニングですね。寝る時以外はほとんど北側のお部屋で過ごすってことはありません。で、今お出かけする前なんですけど、キッチンに物が置いてあります。普段は食洗機を使うんですけど、今日は洗い物が少なかったので、もう手洗いしてこの蛇腹の水切りの上に置いています。キッチンには鍋ですねが2つ置いてあります。1個はご飯ですね。我が家炊飯器を手放しているので、このルクルーゼでお米を炊いています。あとは味噌汁にしようと思っているので、中に大根が入ったお鍋に乾かしているまな板、そしてティファールのお湯沸かしのポットがあります。あとはキッチンの後ろにカップボードがあります。食器棚っていうのかな、上の段には食器が入っていて、カウンターがあって、その下には電子レンジがあります。あと隠れていますけど、ゴミ箱ですとか、あと食材のストックなんかが入っていたりします。カウンターの上には果物入れがあるんですけど、今ちょうど食べちゃって何も乗っていない状態です。このカウンターの上には基本的に何も置かずにですね、買い物したり料理をするときにパパッとこう置けるスペースが欲しいので、普段は何も置かないように気をつけてます。あとキッチンのカウンターにも必要最低限のものだけ置いて、それ以外は中にしまうようにしています。キッチンの向かいがダイニングですね。ダイニングのテーブルにも基本的には何も置かないようにしています。ダイニングの奥にはダイニングボードがあります。これはマンションを購入した時に一緒に作ってもらった造作家具になります。鏡があるのですごいですね、部屋が広く見えます。鏡の効果って大きいなって、このダイニングボードを作って過ごしてから思いました。家に遊びに来るお友達にも、部屋がさらに広く見えるねとよく言われますね。で、そのダイニングボードの上にも基本的には何も物を置かないようにしています。今置いているのはですね、この花瓶ですねにお花を置いています。以前はフェイクグリーンだったんですけど、今はもう生花を飾るようにしています。あとその後ろにはデジタル時計ですね、今12時だよっていうのと、19度で 23% という湿度と気温まで入っているので、パッと目につくので気に入ってここにずっと置いています。ここに置いているとキッチンで料理をしていても見えるので、この位置関係がちょうど私の中ではぴったしですね。
なのでこの時計と花瓶以外はできるだけ物を置かないようにしています。というものの、あのカウンターの上にですね、あの物が溢れちゃう時もあるんですよ。なんですけど、できるだけこのカウンターの下の収納に余白のスペースを作るようにしています。例えば今だとこんな感じで、急に来た荷物っていうのをここにこう押し込んでたりしますね。なので普段はこういうものがなければ、こういったスペースが空いているので、何か来たらスペースがあることによって置いておけますね。そうするとカウンターの上には何も置かなくってもこうすっきりした状態が保てるなと思います。こっち側を向くとリビングです。リビングにはテレビボードがあります。これもマンション購入時ですね。これはもうセットでこのマンションと一緒についてきた造作家具になります。かなり収納力があるテレビボードなので、この中に DVD 等だけではなく、おむつと子どもたちの服、そしておもちゃっていう、もうほとんど子どものものが入っていますね。でその隣にはパジャマです。今日はパジャマを洗濯してないので、なんと家族全員分のパジャマを置いています。無印良品のこのケースの中に無造作に入れてるだけですね。あとはソファーというか椅子ですね、2つあります。これは最近ここに置いたり、あとはこっち側の 4.5 畳の部屋に置いたりして、ちょっとですね場所を変えて違う雰囲気を楽しんでいたりします。でこっちの 4.5 畳のお部屋は主に2人の子供が遊ぶプレイスペースになっています。出しっぱなしにしてあるのがホワイトボードと、あとマグネットブロックかな、最近よく遊ぶのでこれが置いてあります。まあ、今ちょっとなんか勉強してる風ですけど、まあ、たまたまちょっと英語の単語を覚えてやってます。あとはテレビボードのガラスの部分を隠すためのゲートですね。子供たちがテレビボードの前でテレビを見ている時にはこのゲートを置いています。あとこの奥には子供たちの服の収納のクローゼットがあります。2人の子供の服は今着ているものは全部ここに入っています。コートだとかからも保育園の用品も全部ここですね。子供たちが帰ってきたらこの下のところ余白のスペースに子供のお昼寝布団だとかカバンだとかを全部収納しています。あと奥に1個だけここにおもちゃが出ていて、トミカの道路セットが置いてありますね。おもちゃも基本的には片付けて出ていくようにしています。で今おもちゃのケースを出ているのはマグネットブロックだけで、それ以外のおもちゃっていうのはこちらのテレビボードの中にしまうようにしています。このあたりはまたテレビボードの収納の動画で詳しくご紹介するんですけど、例えばこんな感じで絵本とかも収納しています。遊んでいる時は散らかるんですけど、定位置に戻せばこういった収納に隠れてしまって、おもちゃがなくすっきりと過ごすことができています。他のお部屋はこっちですね。洗面室がここになります。 3LDK のマンションにしてはとてもコンパクトな洗面室だと思います。家族4人でいるとですね、もうギュンギュンであんま入れないですね。ここに洗濯機と、あと洗濯機の上に今日はカゴを置いてます。ちょっと濡れたタオルがあるので中にしまうのが嫌なので洗濯機の上にボンと置いちゃってます。あとはケースボードのマットですねを立てかけております。洗面室の上も基本的には物を出さないようにしています。こちらの扉が開いているのは歯ブラシを入れているので、まあ、ちょっとね湿気がこもらないように出かけている時は開けてます。歯ブラシの下にケースボードのものは引いてはいるんですけど、まあ、ちょっとね気になるので少しだけ開けてます。あとは歯磨きのする時のコップに、食材に、あとは手洗いのソープです。これを今自動のディスペンサーに変えたいなと思ってます。
こう鏡の中とかに収納するスペースがあるので、ここが今私が使っているスペースですね。そんなにめちゃめちゃないので、一番上のスペースですとかは空いたままです。まあ、背も届かなくて取れないので、取り出しやすいところに必要なものだけ置いてるみたいな感じになってます。そんな感じで収納しているので、洗面室も必要なもの以外は極力出さないように気をつけています。あとこっちに行くとトイレですね。トイレは本当に何も変わらないんですけど、こんな感じです。トイレは本当に簡単にちゃちゃちゃっと2分ぐらいで掃除をするので、ほぼ毎日トイレは掃除しています。でトイレも置いてるのはスリッパと次男のアンパンマンのトイレトレーニングのものですねを置いてます。それ以外のものは全部中にしまってますね。私はトイレ掃除でトイレのブラシとかも使ってないもんですから、なんかこう外に出てくるものがそういう意味ではないかなと思いますね。またこの辺りもトイレ掃除の動画をもう一回ちゃんと上げたいなと、動画として作りたいなと思ってます。あとお部屋が2つあるんですけど、こっちは寝室ではない方のお部屋ですね。こっちが5畳のお部屋です。今は普段使わないものとジャングルジムを要不要か検討中の実験でここに置いております。この椅子はダイニングの椅子ですね。人が増えたりした時にこのダイニングのベンチを使ってます。その下で今掃除機を充電していますね。あとはベビーカーに植栽があって、あとここのクローゼットは基本的に開けっぱなしです。今何もかかってないんですけど、帰ってきたらここにコートをかけるようにしています。で上には長男のランドセルですねが届いたので、ランドセルを袋に入れておいてます。で下の方は防災用品ですねのカバンと、あと水があります。あとこっち側にも水があります。水は買い込んでおります。あとここは季節外の主人のスーツと喪服が入ってますね。で上はベッドパッドで、まあ、別々で寝る時用としてですね、下に敷くものをここに置いてます。こんな感じで、もう一つのお部屋が寝室ですね。寝室も 6.5 畳ととてもコンパクトで、シングルのベッドを2つ置いたらもうそれ以外は置けないっていう広さです。こんな感じで今家族4人でギュンギュンに寝ております。羽毛布団2つと、あとキャンプで使えるシュラフという寝袋ですねを2つ使っています。あとは空気清浄機は、まあ、加湿として使ってるんですけど1台置いてあります。あとこっち側がクローゼットになっていて、ここも普段開けっぱなしですね。まあ、今は私のクローゼットの方が開いてますけども、こんな感じでクローゼットは開けっぱなしです。で収納ケースだとかも全て手放したので、かけるか置くかの収納しかしていないです。何の工夫もなくかけたり置いたりしてるだけっていう感じですかね。クローゼットはまた別の動画でもご紹介してますし、またちょっと内容も変わったので、またですねご紹介できたらなと思ってます。ベッドも一応ベッドメイキングをして、綺麗な状態にしてから家を出るようにはしています。廊下にある収納が1個あるんですけど、まあ、ここは通常掃除機とか、あとなんかゴルフバッグとか入れてる感じで、特に何か入ってるっていうわけじゃないんですけど、こう日々のそんなに使わないものが入ってますね。ガスコンロとか道具だとか、上の方の2つはもう子供用の夏の、アクアプレという遊ぶものに、ジャングルジムの付属品だとかそういったものですね、もうここに入れてます。
ます。あと日用品のマスクとかのストックはここに入ってたりします。こんな感じ、こんな感じで廊下にも、まあ、物はですね置かないようにしています。まあ、そんなにこう廊下も広くないので物置いちゃったらものすごい取りにくくなっちゃうので、まあ、置けないっていうのもありますね。あと玄関はこんな感じで、今ちょっとゴミを出しながら外に行くのでゴミが置いてありますけども、今私が履く靴とゴミが置いてあって、基本的にこう靴っていうのはしまうということで外に出てない状態になってます。靴の中はこの前片付けたんですけど、こんな感じでちょっと靴が増えましたが、子どもたちの新しい靴がここに入るだけの靴の量になってますね。はい、あと外の遊ぶボールとかもこの中に入ってます。こっちはマスクだとか帽子だとかが結構ぐちゃぐちゃっと置いてあります。で下は傘とあとシートと自転車用のヘルメットが置いてありますね。玄関に靴だけではなくちょっとした小物も一緒に置いております。はい、なんか収納の中までお見せしちゃいましたけど、こんな感じで家を出る前に、まあ、一旦ですね、家に帰ってきてから不快な思いをしないようにできるだけ整えて出ていくようにしています。またですね、キッチンはキッチンだとか、ダイニングボードはダイニングボード、テレビボードはテレビボードっていうように、まあ、細かな収納の中もお見せしていこうと思いますので、またご覧いただけると嬉しいです。はい、快適に暮らすおうち時間チャンネルでは、71平米 3LDK マンション4人暮らしである我が家のルームツアー動画っていうのを配信しています。毎日気分よく暮らすをモットーに、ご覧いただいている方のお家をきれいにしたいモチベーションですとか、快適に暮らすためのヒント、まあ、これを届けていきますので、まあ、ご興味持っていただいた方っていうのはぜひチャンネル登録いただけますと嬉しいです。またこういった収納どうしてるのとか、こういったものは持ってるの持ってないのですとか、何かそういう、ね、日常に関する気になることがありましたら、コメント欄にてご質問いただけますと嬉しいです。はい、こんな感じで本日のルームツアーは以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。